仙台市立原町小学校は、宮城県仙台市宮城野区原町にある公立、小学校。通称、原小。1873年に開校した、歴史と伝統を持つ学校である。仙台市東部、原町の完成な住宅地の中にあり、学区は、西は、小田原から、東は、日の出町までと、東西に長い。 校舎は老朽化に伴い2003年に一時取り壊され2005年春新校舎が落成。体育館は校舎西側の2から3階にプールは屋上にあるという珍しい造りである。また、前述の新校舎工事のため2003.2004年度は、仙石線陸前原の町駅の南、宮城野区役所裏に建てたプレハブの仮設校舎で事業を行った。 2008年度には校庭の一部が柿の木触れ合い広場として整備された。原町賞には合唱団がある。毎年最初の発表は入学式での公開演奏である。NHK 全国学校音楽コンクールや子ども音楽コンクールなどのコンクールで全国大会に行き入賞した実績がある。原町賞では吹奏楽団も活動しており、 柿の木バンドと呼ばれている。全日本吹奏楽コンクールの地区大会では、入賞の常連校である。また、運動会の開会式での演奏や、地域の老人ホームへの訪問も行うなど、活動の幅は大きい。原町小学校の講義に指定されている柿の木は、多くの児童に親しまれ、柿の木合唱団、柿の木バンド柿の木図書館、柿の木放送局、 柿の木児童会などの名前の由来にもなり、また、児童会の歌の中にも柿の木が登場する。柿の木は、平成9年の台風で倒れてしまった後も、オブジェが学校に残されている。平成20年には、新しい柿の木が植樹された。大半の生徒は、仙台市立宮城野中学校に進学する。ありがとうございます。